出発進行。今日は今年生誕250周年を迎えた作曲家ベートーベンの曲を聴いていただきます。今を去ること15年前、母である月の女王から社会勉強のために地球に送られていたかぐや姫、桃太郎、浦島太郎、金太郎と意気投合。中でも桃太郎とはすっかり気が合い、いつしか二人は結婚を意識。さて今日の物語は、桃太郎ジュニアが暮らす海辺の村にレジャーランドが建設されたことから始まります。デビルランドニューオープン。皆さんどうぞどうぞ、記者会見場はこちらです。デビルは悪魔、デビルは鬼じゃ。名前はデビルランドでも誰もが分け隔てなく仲良く楽しめるテーマパークを目指すんじゃ。今では坂田の金時だ、悪い奴らに目を光らせる。あ、ちょ、手指の消毒お願いね。あ、そうだったね。今日午後3時ごろ、乙姫村のコンビニ気分イレブン竜宮店で、学校帰りの中学生たちによる集団万引き事件が発生しました。僕ちょっとデビルランドを調べに行ってみるよ。桃から生まれた桃太郎、気は優しくて力持ち。日本一のきびだんご、情けにつきくる犬と猿。お待ちしておりました。ストップ Keep social distance。 つのつの一本青にどん、つのつの二本青にどん。おいらはヤムが吸血鬼、匂いだも待てない。網戸なんかなんのその、闇に紛れてこんばんは。鬼のパンツはいいパンツ、強いぞ強いぞ。これはこれはこれは、我がドラキュラ城へようこそ。しましたか君、もう今日の営業は終わりましたよ。殺虫剤ドラキュラー V の餌食になる。鬼瓦月平、一体何を企んでいるんだ。あ、ももちゃん。ももちゃん、いつ戻ってきたの。誰だお前は。
私は本家本元桃太郎、月に代わってお仕置きだ。なんだこれは、体が熱い。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、ダメに